どうもストラテジー中島です。今回も動画をご視聴ありがとうございます。今日はですね、鉄馬の話をしたいと思って動画を撮ってるんですけど、あんま面白い内容じゃないと思うので、時間がなかったりとか、あまり興味がない方は、そっと閉じてもらった方がいいのかなって思うんですけど、お付き合いできる方だけですね、聞いていただければと思います。それで、何の話かっていうと、最近登録者数の方がすごい伸びて、で、最初からやってるじゃないですけど、この CB を使って、で、今度、9月の15日に、熊本の HSR 九州である、アイアンホースドリームカップですね、それに向けて、車体作りだったり練習だったりしてるんですけど、そもそものところを話そうかなと思って動画撮ってます。で、今年で3年目になるんですよ。で、1年目これがなんで、こういう鉄馬でレースするようになったかっていう話をしたいと思ってるんですけど、ある変なやつがっていうか、そう、変なやつだったんですけど、リン太郎っていうね、リンちゃんがこの話を持ってきて、で、リンちゃんっていうのが本当変なやつで、ただバイクのことに関してはすごい熱がある男だったんですよ。で、これ CB に乗る前に R6 に乗ってたんですけど、それで選手権走ってる時とかが最初のきっかけですかね。選手権で R6 で乗ってる時に、手伝ってくれ始めて、でそれからの付き合いになるので、そんな長くなかったんですけど、そのりんちゃんが、ね、先生この CB がすげえ CB ありますよって話持ってきて、で私もそんな旧車が好きとか言うわけじゃなかったので、その話にすぐ飛びつくっていうわけじゃなかったんですけど、本当すごいバイクがあるっていう話をね、すごいこう熱心に語るわけですよね。で、実際すごいかどうかなんて乗ってみないとわからないんですよね。実際のところ走らせてみないとわからないし、実際それを自分のスタイルに合わせられるのか、そのバイクのスタイルに合わせて自分が乗れるのかで、ただ、リンちゃん曰く、ほんとすごいやつでね。こんなん乗れば、九州一も夢じゃないって言って、始めた鉄馬最速計画じゃないですけど、そうなんですね。二人で盛り上がってたんですよ。で、それきっかけで、CB に乗り始めて、で、いろんな人を巻き込んで、ね、エンジン作ったりとか、足回りのセット出したりとかですね、いろいろやり始めたわけなんですけど、で本当そう、これきっかけで、自分のこの業界のネットワークじゃないんですけど、すごく幅広くなって、本当やり始めてよかったなって思うばかりなんですよ。で、ね、毎年この季節になるとそう思い出すんですけど、そのリンタロウっていうのがね、今もおるんであれば整備とか全部任せてやりたいってところであったんですけど、ちょうど1年目の、レースが11月だったんですけど、直前で交通事故で亡くなって、で、結局私一人でするような感じになっちゃったんですけど、結局のところはですね、いろんな方に手伝ってもらったりとかして、私一人ってわけじゃないですけどね、実際のスタートメンバーじゃないですけど、2人でやろうかって始めたところだったので、その、ね、初代が1人いなくなっちゃって、いやでも本当びっくりでしたね、あれは。だからといってやってるわけじゃなくて、難しいとこですけどね。いやもちろん、なんて言うんですかね、あいつのためにっていうのはまた違うんですよね。ただ、あの時、なんて言うんですかね、人生で、ずっとバイク屋さんっていう職業やってはいるんですけど、で、レースも前から走ってるんですけど、あそこまで熱くなったっていうことが、
なかったんですよね。今考えると考えられないぐらい、そう走り回ってっていうか、ね、夜も寝ずにエンジンが壊れちゃったから、まあ、要はエンジン壊しちゃったんですよね。1年目とか特にその乗り方もわからないし、旧車のエンジンの回し方とかも全然分かってなかったので、やっぱりこうトラブル続きで、ね、もうエンジン何回下ろしたんやろってぐらい下ろしたんですけど、まあそうですよ、まあ、片方が心が折れそうになった時は、まあ、片方が奮い立たせてじゃないですけど、エンジン壊れて明日行けんなら、ね、もう一機エンジンがあるので、これを、ね、まだ8時9時やけん、これ今から乗せれば1時2時には終わるやろって乗せ替えて、そのまま、ね、念もせずに熊本の HSR に持って行って、で軽トラの上に乗ったりとかですね、まあ、青春ですよね本当。いや本当そう、こんなにね熱く本気で本気でなんていうんですかね、真面目に遊ぶじゃないですけど、まあ、結局はですね、それで飯食ってレーサーで飯食ってるわけじゃないので、ライダー、まあ、本職はバイク屋さんという整備士なんでですね、ライダーでそこまでやってもっていうところはあるんですけど、まあ、実際乗るのが私好きなんですよね本当。でそのメカ的な知識とかも実際のところ少なかったんですよ、こっち福岡帰ってくるまではですね。こういうなんていうんですか、偏った知識ですよね本当。一般整備じゃありえない感じですよね。ただ単に、ね、部品を交換するだけじゃ全然速くならなくて、まあ、それをね、その一個一個原因が何だろうかって言いながらしていくのがすごい楽しかったんですよね。まあトラブル多すぎて本当ね、本当一人でやってたら、心折れてたと思うんですよ。そう、まあ、リンちゃんがまあいたからこそですよね、ここまでやってる。まあ、持ってきたのもあいつだったしですね。まあ結局のところ3年目といえど、1年目2年目は両方とも転倒に終わってしまって、1年目は確か3コーナーじゃないな、スタートして半周ぐらい高速コーナー出口でハイサイド崩れみたいな感じでぶっ飛んで、で2年目は1年目よりかは長くは走れたんですけど、まあ、3周4周ぐらいのところ で3コーナーでぶっ飛んでしまって、ね、今年3回目で、今年はいけるやろっていうところで、まあ、いろいろと準備してるんですけど、まあ、こればっかりはですね、当日になってない、見ないと分かんないので、まあ、ただやっぱり、ね、結果は残したいですね今年こそは。その守りに入るんじゃなくて、まあ、攻めの姿勢で結果を残したいっていうところですね。まあ、こういう動画撮って何が面白いのかなって、ね、思うところもあるのはあるんですけど、ただその自分としてこういう動画作ってる、まあ、一つの目的としては、そういうモータースポーツじゃないですけど、まあ、バイクを使って、まあ、サーキット走ったりですとか、まあ、峠とかでもいいですよね。バイクってこういう楽しみ方があるだったりとか、面白さがあるっていうのを、まあ、そういうのを知らない方の何かしらのきっかけになればって思って、ね、こういう動画作りをやってるので、まあ、私がなぜレース、このアイアンホースっていう鉄、まあ、旧車のレースですね、まあ、ここまでやるのかっていうのをうまく話せればいいなって思って、ちょっと動画撮ってみようかって思って撮ってるんですけど、まあ、面白くなかったらごめんなさい。まあ、面白くはないですよねこんなの。いやでも本当今年は結果残したい。まあ、りんちゃんもそうですけど、で毎年応援に来てくださるお客さんだったりとかいっぱいいるわけですよ、ね、そういう人の思いを乗せて今年も走りますんで、ぜひぜひ応援の方をですね、力を分けていただければすごいありがたいです。
ちなみに今年はですね、1年目2年目と違い、1年目2年目はあれアイアンスポーツ17ってやつですかね、17インチクラスみたいな、それで走ってたんですけど、今年は、あれ一番速いクラスっていうところになったので、まあ混走ですよね、よく言う、まあ、こういう旧車とか関係なしに、その水泳車だったりとか、まあ、ZRX とかこの GSF とかそこら辺と一緒に走ることになったんですけど、まあそれに臆することなくですね、まあ、自信持って今年も挑みたいと思います。ぜひぜひ応援よろしくお願いします。まあでも今年も本当にぎやかしますよ。期待通りですね。見といてください。ありがとうございます。